公明党代表選立候補届け出に関する会見を行います。石井幹事長からお願いします。はい、この度国会議員有志のご推薦をいただきまして、党代表選挙に立候補をいたしました。先ほど立候補の届け出があったのは私一人であり、代表選挙管理委員会が厳正に資格審査を行い、立候補の要件を満たしているということが確認された。これが持ち回り中央幹事会に報告されたと伺いました。党規約に従いまして9月28日の党大会で出席代議員の過半数の信任を得れば党代表として選任されることになります。15年の長きにわたり山口代表として党の先頭に立ってこられた山口代表が代表選挙に立候補しない意向を示されて以降、私は自分自身が立候補するかどうか熟慮を重ねてまいりましたが、この度決意を固めたところであります。仲間からのご推薦をいただき、本日立候補するに至った次第であります。ここで一言抱負を述べさせていただきたいと思います。今日本の政治に必要なのは、政治への信頼を取り戻すことであります。清潔な政治の実現は公明党結党当初からの旗印であります。常に公明党がその使命を担ってきたと言ってもよいと思います。私はこれからも公明党が政治改革の先頭に立ち続けられるよう尽力をしてまいりたいと思います。また国民お一人お一人が希望を持つことができ、それを実現できるための改革を進めることが重要であります。このために公明党は未来をつくる、暮らしを支える、命を守る具体的な政策を掲げます。その上で今回私が代表選に立候補するにあたり基本政策として掲げたのが6点ございます。一つは物価高克服と持続的な賃上げの実現、二つ目に公教育の再生と子育て支援の充実、三つ目に健康と命を守る施策の推進、四つ目に防災減災対策のさらなる強化、五つ目に活力と魅力ある地域づくり、六つ目に国際社会の平和と安定をリードの6点であります。詳しくは党大会で選任された際に述べたいと思います。公明党は本年11月17日結党60年を迎えます。党創立者が示された大衆と都民との立党精神を胸に幾多の困難を乗り越え前進を続けてまいりました。公明党はこれからも大衆直結の政治姿勢で現場第一主義に徹し、党の持ち味であります小さな声を聞く力、国と地方のネットワークによる政策実現力を発揮しながら臨時政権の一翼を担い、さまざまな政策を実現をしてまいります。私はその先頭に立ち、粉骨砕身働いてまいる決意であります。以上であります。はい、それではこれより質疑応答といたします。発言のある方は挙手の上社名を名乗ってご質問ください。どうぞ。はい、では NHK の佐々木です。15年ぶりの代表大きな節目になるかと思うんですけれども、山口代表とどういったお話をされた、決意の、ね、お話をされたかというところをもし伺いたいとお聞きしたいのと、あと代表が15年間先頭に立ってこられた中というのをどういった部分を引き継ぎつつ、逆にどういった部分で石井幹事長のカラーを出していきたいとお考えですか。はい、代表とはですね、いや具体的に、なんか後継指名だとかそういうことがあったわけではありません。ただ、代表自らが会見でおっしゃったように、政界全体の世代交代の流れの中で、
まあ、自ら身を引いて公明党としても世代交代を図ることが望ましい、まあ、そういうお話でありましたので、まあ、私自身はこの山口代表のお話を受けてからですね、自らが山口代表の後になって公明党代表という重責を担う資質やあるいは覚悟があるのかどうかということを、まあ、自らに問うてまいりましたけれども、まあ、この度自身が先頭に立って、この日本の未来を開いていこうというふうに決意をしたところでございます。これは山口代表から引き継ぐというよりも、まあ、公明党がやっぱ結党以来、まあ、大衆とともにという精神を一貫して貫いてまいりましたので、これは永続的なものとしてしっかりと引き継いでいかなければなりません。それから先ほど申し上げたように、まあ、小さな声を聞く力ですとか、あるいは、国と地方とのネットワークですとか現場第一主義、まあ、そういった公明党の良さというのはですね、引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思います。まあ、その上で、これまで以上に、中堅、若手、また女性の登用をですね、積極的に図っていきたいというふうに考えております。はい、では次に朝日新聞マイク。朝日新聞の国吉です。代表選に関連した次期衆院選についても伺いたいんですが、幹事長は次期衆院選では初めての小選挙区に挑戦をされると思います。もし代表になられましたら、推進になられましたら、全国に応援に行くということもあり、いつかは大変大きくなると思います。現時点両立が可能というのをお考えなのか、次期衆院選どのように臨みたいと考えているかお伺いします。はい、代表選出馬を決意したときには当然、まあ、そういった要素も含めてですね、自身で熟慮した結果、まあ、これは代表となれば全国の同志を応援するのはこれは当然でありますから、まあ、その上で、私自身もこの小選挙区初挑戦でありますので、まあ、これは必ず勝利しなきゃいけない、まあ、その両立をしっかりとやっていきたいというふうに思っています。はい、では次のご質問は、では先に参りします。毎日新聞の山口です。先ほど抱負を述べられた中で冒頭、今日本の政治に必要なのは政治への信頼を取り戻すことだとおっしゃいました。まあ、この間ですね、自民党の政治資金パーティーの裏金問題で政治への信頼はかなり揺らいでいると思います。具体的に、石井さん代表になられましたら、どういったその政治への信頼を取り戻す政策を進めていくお考えなのかをお願いします。はい、まず第一にですね、通常国会で成立をさせました改正政治資金規正法、これがやはり現実にこうワークする、実効性あるものにするということが重要です。特に検討事項として盛り込まれていることを検討事項のままで置いていたのでは世の中にこう具体的に働きかけませんから、まあ、特に私どもは政治資金を厳しくチェックする第三者機関の設置を盛り込ませましたので、まあ、ここを具体化していくというのは、まあ、私どもの責任でもあるということでありますので、今、党にプロジェクトチームを作ってですね、その具体的な制度設計を行っております。まあ、近々中間的な報告もしたいというふうに思いますが、これは令和8年1月1日の本体の施行に間に合うように、設置を図っていきたいというふうに思います。その他にも、まあ、かねてより取り上げられてきました旧文書通信交通費もこの使途の明確化、あるいはこう余った場合の返還等々もこれもやっていかなきゃいけませんし、あるいは選挙違反等で逮捕・起訴された議員の歳費返納を可能とする、これも従来から公明党を訴えてきていることでありますから、そういったことは引き続き実現を目指していきたいと思っています。はい、では読売新聞の森山です。事項関係について伺いたいと思います。幹事長は昨年の衆院の10増10減の調整の時にですね、まあ、東京での調整が難航したことで地に落ちたという発言をされたと思います。
現状その次期衆院選に向けてですね、地方の選挙協力をどうしていきたいかと、もしその去年の影響が残っているとお感じであれば、どう改善していきたいのか、一言お願いします。昨年の私の発言は随分取り上げられましたけれども、最終的にはもう皆様もご承知の通り、まあ、次の選挙は東京で公明党は東京29区のみで挑戦をしますが、その次は東京の中で2議席目公明党が擁立をするということで自己合意をしておりますので、まあ、その点については決着がついたというふうに考えております。すでに公明党が擁立をいたします11小選挙区については自民党さんから推薦内定がいただいており、これは解散すれば推薦ということになります。で、自民党さんからも推薦のご要望が出されれば、これは人物本位でしっかりと検討していきたいというふうに考えています。基本的に自公で政権を担っていくという基本方針に変わりはないということでございます。はい、では次の方。では時事通信さん。時事通信社の田中です。これから党大会に向けて執行部の人事が求められるかと思うんですけれども、執行部の、骨格というか、要になる幹事長、石井さんの後任になる幹事長について、どういった方を考えてらっしゃるのか、報道とかでは西田さんという名前も出されてますけれども、西田さんの職務についてどうお考えなのかというのがあって、でもう一点がですね、先ほど中堅若手を積極的、あと女性を、積極的に投与したいというお考えを示されたと思うんですが、その投与の具体的な、例えばその党幹部として、執行部の中にいるとか、現時点では、はい、今日は立候補届をしたところでありますので、人事構想、これから、であります、まだ具体的にどうこうするというのは決まっているわけではありません。幹事長についても、報道が先行して出ておりますけれども、まだ何か決まったということではありません。ただ、幹事長についてはやはり、私自身も党の機構改革等、さまざまな改革を進めてきたつもりでありますので、引き続き、党改革を進められる方に、お願いをしたいというふうに考えております。中堅、若手を党幹部に起用するかどうかというのは、ちょっとまだそこまで考えが至っていませんけれども、中堅クラスは積極的に登用できたらいいなというふうに考えています。はい、では次のご質問が、はい、宮島です。宮島です。代表ご就任おめでとうございます。就任はまだしてます。はい。天海先生の時代にですね、あまり多く地震のことをお伺いにならなかったので、地震のことをね、あまり伺えなかったので伺いたいんですけど、石井先生というとやっぱり建設議官で建設官僚で、それで建設大臣の4年もやられて、国土交通です、ね、国土交通です。だから結構そういうイメージが強いんですけど、ご自身は豊島区の商店街の出身で、父上が仕立て屋さんだったというふうに言ったりするんですけど、テーラーですね、はい、で要するにそのエンジニアだけどどういう形でですね、本当に政治目指してね、もう30年やってこられたんですけど、やっぱり代表ポストって引くに引けないわけですけど、今まで遠慮されてたと思いますけど、本当にこれをやりたいというかですね、トップになって、そこをやっぱりちょっとかなりない、政治家になれたことに思いますね、あえて一回聞きたいと思います。はい、私はですね、東京大学の工学部を、土木工学科を出まして、で当時の建設省に、技術系として入りました。当時は役所の中で、ずっと行くというつもりでいたんですけれども、今も昔も公明党は定年制を取っておりまして、かつて中選挙区の私の出身の東京の豊島区練馬区が東京5区という選挙区で、そこで出ていた公明党の代議士が、定年制になるということで、地元から公認を探すという中で、たまたま私に白羽の矢が立って、当時の公明党の幹部から、リクルートされたということがきっかけです。ですからそれまでは全くそういうことを考えていませんでしたけれども、つらつら考えるに、当時、
役所で、まあ、あの本所の課長補佐をやっていましたが、まあ、かあのやっぱり役人というのはそれぞれ一人一人が持つ権限とかあるいは予算というのはすごく大きいんです。だけどやっぱりタコツボなんですね。その人の持つ権限の範囲では非常に強い権限や予算を持つんだけど、この横の横断というのがあんまりない、この連携というのがない、隣の机の課長補佐やってることに口が出せない、まあ、極端に、まあ、そういうことで、まあ、そういう限界も感じてたということもありますし、また父親が、まあ、あのご紹介いただいてましたように、まあ、テーラー、注文洋服仕立て業をしてましたので、まあ、その親父が、働く背中を見て育ちましたから、まあ、真面目に働く人が、ね、報われるそういう社会を作りたいという思いもありまして、この世界に今飛び込んだということであります。でこれまで平成5年に初当選ですから31年経過したけど、私は決してなんか遠慮してきたということはありません。あのその時その時でですね、あの全力であの仕事をさせていただいたという思いがございますので、まあ、私自身の持ち味が、まあ、私も自分が正確に把握しているわけではありませんけれども、まあ、山口社長としてはおのずから違う持ち味があると思いますので、それを発揮してですね、さらなる統制の拡大に貢献していくということが今の決意でございます。はい、よろしいですか。はい、次のご質問はありますでしょうか。では、はい、共同通信の中西です。あの次期衆院選の準備についてございます。あの衆院選の日程についてですね、あの、まあ、早け、先日山口代表もテレビでですね、早ければ10月27日、または11月10日のどちらかというお話もされてました。まあ、この2つの日程が公開言われているわけですけれども、この衆院選の日程間に対するご所感とですね、公明党の現在の準備状況についてどのように分析されているかお願いいたします。はい、あの10月27日、11月10日というのは、あくまでも想定しているということです。まあ、10月1日、臨時国会召集というのが、まあ、自民党から今日野党の方に打診をしましたので、まあ、ほぼそういう方向になるだろうと思います。その国会日程からすると、まあ、そういう日程がおのずから、まあ、11月3日については、まあ、連休の中身なんでね、これは可能性が低いかなとなると、一番早くて10月27日、まあ、11月10日というのもあり得ると思います。ただこれはあくまでも想定であって、実際は新しく選ばれた総裁総理がどのようにご判断されるかということでありますので、まあ、想定される早い時を、まあ、まずはあの考えて準備をしないと間に合いませんから、一応そこに焦点を当てているということですが、実際にどうなるかはもうこれは新総裁総理のご判断以下ということになるかと思います。はい、次のご質問はどうしますか。では毎日新聞の間口です。今後ですね、あの次期衆院選で来年には参院選都議選とあのかなり大きな選挙が控えていると思います。まあ、そういう中でですね、あの公明党の集票力についてはあのここ近年あの低下しているとの指摘もありますが、まあ、この三大決戦に向けて党勢の回復どのように進めていくお考えかというのをお願いします。はい、あのこれはやっぱり、議員自らがですね、やっぱりしっかりと支持者を拡大する努力を、まあ、従来以上にやっぱりしっかりと強めなければいけない、まあ、そういう発信をまあ、昨年ぐらいからあの やり始めておりまして、まあ、そういう具体的な好事例等も紹介をしながらですね、全国約3000人弱の一人一人の議員がより支持を拡大をしていく、まあ、そういう取り組みをまず党自らとしては、ね、しっかりとやっていきたいというふうに考えています。はい、時事通信社の様です。あの、まあ、今後あの、まあ、代表に正式に就任するにあたってですね、あの、まあ、ご自身のこう、まあ、抱えていらっしゃる課題というんですか、あの、まあ、弱点といったらいいんですけれども、あの、まあ、どういう課題を認識があって、まあ、それを乗り越えるためにこう、まあ、どういうチームを作っていきたいとか、そういったあの現時点の考えがあるのか。課題ですか。
朝が弱いっていうふうにおっしゃってた自民党総裁もいましたけど、私は比較的朝は強いと思いますが、そうですね、今ちょっとすぐに浮かばないんだけれども、まあ、ある意味、これは他人の方がよくわかるかもしれないね、自分よりね、どなたか指摘していただけるとありがたいんですけど。ということで答えは保留ということで次の機会に。あ、そう、ごめんなさい、あのね、やっぱり時々ね、硬いって言われますね、硬いとね、まあ大体でも報道されるっていうのは、そういう場面が多いんだけどね、なんか にこやかに話すような場面ってあんまりないんでね、これからにこやかな場面も報道されるようによろしくお願いいたします。はい、では先ほど、あえて山口さんとはもう一つ違うのは当然ですよね。それとやっぱり、まあ、持ち味とかカラーとか聞きたくなるんですけど、やっぱり建設大臣を4年もやられて、国土交通省、ね、まあ、私、アップデートできないもんですから、はい、要は国交大臣時代、森友でしたよね、確かね。あ、そうですね。あれは多分、山口さんも経験してないようなね。私にとって気の毒だなと思うぐらいご苦労だったと思うんですけど、やっぱりその辺がやっぱり山口さんと違う持ち味だと思うんです。特に国交大時代を含みましてね、どんな感想を持つというか、ご自身のカラーについてね、まあ、硬いとしたんだけど、粘りついてどんな感じなんですか。いや、特にね、硬いって指摘されたのが国交大臣時代の映像が、ね、すごく硬いと言われたんですね。で、考えてみたら大体国交大臣がよく出てくるのは事件、事故、災害の時なんですよ。そんなにこやかにしゃべるような場面じゃないんでね、まあ、そういう硬い場面が多かったのではないかなと思いますけれども、やっぱり私が就任してた時も、例えば事故で言えば軽井沢スキーバス事故、13名の大学生が、ね、亡くなった事故がありましたし、まあ、災害も、西日本豪雨や、まあ、熊本地震、北海道胆振東部地震と、まあ、大きな災害もございましたし、まあ、事件で言えば、あれですね、当時もあの排ガスの規制のね、検査をこう不正をしてたと、まあ、そんな事件等もありましたし、まあ、いろいろなんというか、そういう事件、事故、災害が多い役所ですから、まあ、そういう時の、まあ、対応というのはある意味鍛えられたというふうに思っています。熊本地震の時はですね、2回目が、の震度7が夜中でしたね。東京にいたんで、2回目の地震は全然気がつかなかったんですけど、朝4時ぐらいに当時の秘書官から電話で起こされて、朝5時から官邸で会議があるんで大臣行ってくださいと。秘書官も間に合わない、警護官も間に合わない、私、宿舎ですけど赤坂宿舎歩いて一人で官邸に行って、でそこで会議に臨んだっていうのも、まあ今となれば懐かしい思い出であります。はい、では、はい、では、東京新聞の中田と申します。連立政権のパートナーの自民党、今総裁選をやっているわけですが、新しい総裁に、臨むもの、先ほどおっしゃった政治と金の問題の対応も含めて、新総裁にどのようなことをお伝えされるのか、お聞かせください。はい、もう、そう、総裁選の中で、まあ、いろんなテーマ議論されておりますけれども、やはり少子高齢化、人口減少待ったなしでありますし、また足元の経済、まあ、物価高に負けない賃金の上昇、これを実現して経済の好循環を実現していくということも重要な課題ですし、また今朝はまた北朝鮮が
弾道ミサイルを発射しましたけれども、やはり我が国の周辺の厳しい安全保障環境に応じた外交安保の政策、まあ、いろんな意味で内外課題山積しておりますから、そこにどういう政策で臨んでいくのかということと合わせて、やはり自民党の派閥の政治資金問題をきっかけとして政治に対する不信が高まっていますから、どういうふうに政治改革を進めていくか、これも重要なことであります。そういったことをトータルでですね、やはり希望ある未来を開ける、そういうメッセージをしっかりと発信できるリーダーをぜひ選んでいただきたいなというふうに思っています。はい、吉さん、他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、あります。佐野さん、お願いします。食べてもいいですか。今後その自民党総裁が選ばれてから新政権の誕生ということになるんですけれども、今後また自公で政権合意をするということで、代表に就任されて直後に行われると思います。あとね、その政権合意で重視したい点と、あと今後その自公関係でいくと、その国交大臣ポストというのがまた組閣の段階で注目を浴びると思うんですけれども、公明党としてその国交大臣ポストは引き続き求めていかれるお考えなのか、また今斉藤大臣の続投させるかどうか、その処分も含めて現時点でお伺いします。はい、政権合意については、先ほど申し上げたような当面の政策課題と同時に、やっぱり今回は政治改革っていうのが一番大きなテーマになると思います。政治改革の関係でしっかりと合意文書に、ね、盛り込んでいきたいと思います。それから、組閣にあたってどのポストを求めていくかというのは、これはまさに今後の課題でありますので、今何か考えが固まっているという状況ではありません。大臣人事についても同じでございます。はい、よろしいですか。いいですか。はい、それでは内容ですので、以上で会見を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。